どうも皆さんこんにちは。ニグでございます。マリサだぜ。今回もマインクラフトやっていきましょう。丸石が渋滞しないように配管し直しました。単純に考えて以前の4倍か。EMC が溜まる量も多くなってきましたよ。まず EMC コレクターマーク2を作って。EMC コレクターマーク2、レッドマター、グローストーンで。EMC コレクターマーク3です。1秒間に 40EMC を生み出します。けど、丸石製造機の方が性能が高いので、使う機会はなさそうですね。丸石の力って偉大なんだな。いつか大規模な丸石製造機でも作ってみますか。急にどうしたし。なかなかいい感じに村人がスーパーサイヤ人になったので、記念に撮っておこうかと。お前あれだよ。頭おかしいと思う。そういえば、プロジェクト E のアドオンに、PEAA というアドオンがあるらしいので、そっちの方も進めたいと思います。EMC コレクターマーク3とレッドマターで。EMC コレクターマーク4の完成です。マーク3の8倍圧縮で、1秒間に 320EMC を生み出します。つまり、単純計算で30秒くらいでダイヤが1個できるな。まあ、そうなりますね。ダイヤの EMC は8192ですし。お前、もうバニラに戻れなくなるぞ。そんなのはわかっていますよ。ダイヤなんて貴重じゃなかった。いいね。まあなんだかんだありましたが、私は元気にマイクラをやれています。何の現状報告だよ。ダークマターブロック、レッドマターで。レリック台座です。今回は中間素材に使います。EMC コレクターマーク3、レリック台座で。錬金術的エネルギー生成装置、略して AGU です。これはなんだ？ただの白が混じったグローストーンにしか見えないんだが。これはですね、このブロックで 3×3×3 の箱を作り、その中に EMC コンデンサーマーク2を入れると自動で錬成してくれるすごいやつです。性能は1個で1秒間 40EMC、箱にすると1秒間 2040EMC ですね。あれ？そうしたら EMC コレクターマーク5の方が性能良くないか？そうなりますね。あと、さっき作ったレリック台座、ウィキによるとどうやらエンドコンテンツらしいんですね。え、ほんの4パートでエンドコンテンツ？そのまさかです。ということで、動画でやってほしいことを募集します。コメントに書いてくださいね。やるかもしれないしやらないかもしれません。すべては気まぐれの元に成り立っているのです。まあそんなことを言っていますが、動画では59,049倍圧縮丸石が完成しました。やらはたにおかしいと思う。さらに圧縮して、53,1441倍圧縮丸石ができました。53万とかバニラでは考えられないよな。ほんとそうですよね。ポンポン。43,046,721倍まで圧縮しました。ついに最大まで圧縮できました。4000万とか。もう頭痛くなってくるわ。こんなんで頭痛くなってたらこの先やっていけないですよ。軽く1億は集めたいですね。狂ってるよお前。丸石製造機の溶岩が家に引火して大変なことになっています。ちゃんと蓋をつけないとこうなるんだぞ。次からは蓋をつけます。鉄装備に代わる新しい装備を、ダークマターで。ダークマター装備の完成です。同じ要領でどう？レギンス、足を作っていきます。つけるとこんな感じ。うん、なんかね。ま、黒すけじゃねえ。まあ、確かに黒いな。全身ホコリまみれみたいですね。汚いから近寄らないでくれ。扱いひどすぎない？さらに1段階ランクアップ。ダークマター装備、レッドマターで。レッドマター装備です。同じように、ポンポンポン、つけてみました。真っ黒スケじゃね。お前の目は節穴か。さらに上のランクのアイテムの中間素材を作ります。ダイヤモンド、メビウス燃料で。クラインの星、アインです。これは EMC を貯めて運ぶことができます。変換テーブルの右側に置くと充電されます。EMC が余りすぎたらこいつに貯めるみたいな感じだな。クラインの星アイン4つで。クラインの星、ツバイです。これは20万 EMC まで貯蓄しています。同じような要領で。クラインの星ドライ。クラインの星フィア。クラインの星スフィア。クラインの星オメガが完成しました。このクラインの星オメガは5120万もの EMC を貯蓄できます。5000万って、ダイヤ何個分くらいになるんだ？ほんの6250個です。元から狂ってたわ。金のまな板、ダイヤモンドで。ダイヤのまな板です。まな板シリーズの最終版で、32倍になります。
まあこの実況ではもう使わないんですけどね。え、それってまな板要素ないってことだからタイトル変えろ。だって黙れこ。ということで、今回は心当たりで終了です。よかったらチャンネル登録、高評価よろしくな。それではご視聴ありがとうございました。また次回も見てくれよな。